ははははいいいどうもどちらですはいえととこんばんばはは今日は普通に夜中、まあね、割といつも通りの時間に戻ってきましたね <laughs>。普通に3時ぐらい、2時、3時ぐらいなんだけど、はいえっとね、今日ほんまに、今もまだ降ってるんかな、ずっと雨降ってて、あのえげ,つえげつねえぐらいずっと雨が降ってて。 あのまあその大した量降ってないからそのなんか雨にびしょびしょになったとか全くないんだけど普通にね外出たりとかしてたけど全然その雨に濡れたとかもうないんだけどその低気圧でだるくてでしかもこの8割みたいにほんま喜びがないみたいな具合悪くなるもんねほんまに。俺もちょっと昨日ねまあ寝不足だったのもあるよねちょっとあね昨日おとといぐらいちょっとあんま寝れてなくてあのほんま1時間かそこらぐらいしか寝てなくて寝てない状態で。 あのー、昨日がねあのアホほど寒くて久しぶりになんかあの今日とか今日からはまあそんな寒くなることもうね4言うても4月だからさ、あのー、数日後にはねだからまああったかくなるんだけど、あのー、昨日がどちゃくそ寒くて特に夜中がで俺ちょっと夜中にさちょっと出かけててであのー、まあ言ったらその。 某某ご飯屋さんんににテイクアウトを、ね、買いに行ってたんよねであの、まあ、ちょっとなんか文句言うみたいになっちゃうからあんまりその店名とかは出さないんだけどあの、まあ、とある店ね、まあ、とある有名なあの海鮮系のお店なんだけど、まあ、そこにね買い物あのテイクアウトと買いに行ったんだけどあのその時間だったらーバーとかも動いてないんで。 でまあ、それを言ったんだけど、まあ、その時に割とねそこのお店って比較的出てくるのが遅いんよねそもそもがあのー、まあ多分その場で調理してるというのもあるんだろうけど、あのー、それこそ本当になんとに何か吉牛とかすき家とか中生とかみたいにそんなパッと出てこないよねあそこめっちゃ早く出てくるじゃんもう <laughs>、あのー、ほんまほとんど待たなくても割と出てくるぐらいのあれなんだけどそんなことなくて結構時間かかるよねであのただでさえ時間がかかるんだけど あのー、その日なんか夜中結構人そのそのお店がちょっと繁盛して夜中だけどまあ言うてもちょっと飲み屋的なところもあるんであの結構その若い酔っ払いみたいなのがバーっとなってて結構その賑わってたわけよそのお店がねであの割とその忙しそうでその時間がかかったんやねで俺もさ外が寒かったからまあその時そこまで気にしてなかったんだけど寝不足でほとんど寝なかったからまあまあ言うても眠いんよね <laughs> 言うても眠いし低気圧でやられてるっていうちょっと最悪のコンディションだったよその時であのー、そこでその急にさその店内に入ったらさあったかいじゃんめっちゃあったかいじゃん暖房効いてるしでその人口密度も高いわけじゃん <laughs> 言ったら人いっぱいいるからでその状態でちょっとあの気分悪くなってしばらくうずくまってたよね俺そこのあの。 なんだろう待ってる間ねその出来上がるまで待ってる間にちょっとうずくまってたぐらい気分悪くなったんだけどこんな風に本当この8割みたいな状態になっちゃってそのうずくまる時にさちょっとあのよろけちゃってほんまに具合悪くてめ,めまいみたいな状態になっちゃってさあの普通にケツ打ってさいまだに痛いんだけどさまあまあそんなねちょっといろいろと良くないことがあったりとかしててで えーっとあのタイトルね本質ってしてちょっと本質の前にちょっと言わなきゃいけないことがあって、まあ、言わなきゃっていうか別に言わなくていいんだけどあの、まあ、切り抜きの編集をねこの間予告をしたと思うんだけどあの2人ほど作りますみたいなまあそれねちょっともう作業入ってるんだけどあの <laughs>。 ちょっとねトラブルがそ,それさっき話した話とは全く関係ないトラブルが起こっても機材系のトラブルなんだけどちょっと音が出なくなったりとかしてちょっとこれこれちょっと一回やり直しだなみたいな感じでちょっとあのいろいろとちょっと問題阻語も発生したんでまた一からちょっと作り直すんで。 あのー、もうちょっと時間かかります。まあ4月にはできるでしょうっていう感じですね。まあまあどうせ4月になるだ、まあ、どうせアップすんの4月になるだろうから、まあいいかと思って <laughs>、まあ今度にしようみたいな感じで今は止めてるんだけど、まあまあそんな感じですね。まあどうせあのー、今日もそれこそチーカーもあるし、あのー、言うてももうそれこそさっきも言ったけど3月終わりだからさ、その3月のまとめも作らなきゃいけないんで。 まあそっち先に優先しようかなとは思ってますね。まあ切り抜きは別にいつでも作れるし言っても。なんでまあ4月頭ぐらいに作れればいいかなと思ってるんでまあちょっと延期って感じですね。はい。で、とタイトルの本質ちょ,っとちょっと前置きがクソほど長くなったんだけど <laughs>。あの本質ね。本質なんだけどこれね。あれ俺も今日その今日ってごめん今日じゃないな。昨日。 まあ、X を、まあ、インスタとかもそうなんだけど見ててめちゃくちゃ思ったんだけど、まあ、ちょっとね、まあ、とある、まあ、ちょっと内容がちょっとセンシティブすぎてだるいんであ,のあんまりそれも出さないんだけどそれの話をし,たるしてることになっちゃうと嫌なんでその話はしないんだけど、あのーまあ、とある炎上というか時事ネタ的なことがあって、まあ、それについてまあツイートをちょいちょいしてたので俺これね言ったらその昨日起きた話じゃなくて数日前かな多分。 一昨日かその前ぐらいなんよね言ったらその炎上が起きたというかまあとあるその配信者のとあるちょっとおかしな配信者のやつの話なんだけどあのまあその配信者なんでそいつがどういう属性であれ関係なく配信者なんでその結局ねこいつが炎上したりとかまあ今めちゃくちゃ批判されたりされてるんだけどあのこいつをね俺は正直ねあのなんだろう 文句を言いたい部分もあったし話題を出したい部分もあったんだけど正直配信者なんで話題になればなるほどこいつが得するなと思ってなんか気に入らなかったんでその基本あんま言わなかったよね思ってはいたけどでそれをまあちょっとあ,のあまりにもクソな意見を見たんでちょっとそれについてちょっと突っ込んだりとかしてたんだけどあのまあその話と直接関係あるかないかちょっと微妙なラインなんだけどさ あの本質っていうものってさまあなんかよく言うじゃん「本質が見えてない」とかっていう言い方とかさ「これ本質それじゃなくそこじゃなくない?」みたいな「その話そこじゃねえんだよ」みたいなこと言う人とかいたりするじゃん。であの本質って何って話だよねまずね。ふわっとしてるじゃん言葉が本質って。だけどそのいやそもそも本質って何っていうねその分かんないじゃん。本質っていや何っていうか意味は分かるけどその本。 そのそふわっとしすぎてそのアバウトすぎるから何とも言い難い部分があるんだけどその本質って結局その大元んだろうな日本人特有のさいわゆるその、まあ、まあ建前だったりとかそういうものね、まあ、その遠慮だったりとかさそういう文化があるわけじゃん日本ってね。だからその本音がが出てない部分があったり するからまあそれを全部取り除いた部分のその純粋な部分をまあ本質だとまあ人間の心っていう意味で言うならその本質ってまあそこなのかなと思うし物事でもそうでそのいやこれの問題ってそこじゃなくてここじゃねっていうのが多分一番そのシンプルなねまあ周りにいろいろごちゃごちゃしたことはあるんだけどただ一番の大元の問題はここじゃねみたいなのが多分本質だと思うよね言ったら。 そ,のそれが基本的にまあ見えてないというかそのまあもちろん見えてない人もたくさんいるんよねもう本当に見えてない人もうそもそも本質が何かすらよく分かってなくて目に見えてることだけギャーコラギャーコラ騒いでるやつとかまあいっぱいいるわけよ。だけどそ,のそうじゃなくてまあふわっとなんとなく本質に近いところをさなんとなくえこれってこれがこいつが悪いんじゃねとかここが悪いんじゃねえとか。 これってここいつこう思ってるんじゃねいとかなんかふわーっとなんか分かってるんだけどなんかそのアバウトすぎるなというかな,んかなんか濁らせてるなみたいな人が結構いてあの何だろうなと思ってていや見えてんじゃないのこいつっていや俺はね割と別にその自慢するわけでもさなんかあれでもないんだけど割とその物事の本質をなんか深く追求するタイプなんでまあちいかわも特にそうなんだけどそれこそね 結構そういうふうに追求しちゃう考察したらなんかちょっと奥深くまでまあその奥深くが正しいかどうか分かんないからねそもそも俺の勝手な考察だからそれが正しいとは限らないんだけどただまあ俺の中でこう結論を出したいみたいなねのがあったりするから結構深く考えるんだけどそのみんなね深く考えないよ途中で止めちゃうんよねまあこうなんかその本質にギリ近づいたぐらいでああまあこの辺でいいかみたいに止めちゃうんよね。で これなななんんんでかなと思ったんだけどまず一つはまあまあこれとこれとこれぐらいがまあ大体例えばまこれ例えばなんだけど俺なんかみたいにさなんかこう YouTuber とか VTuber でもいいし配信者でもいいしあのまあ芸能タレントとかまあアイドルとかまあそういうものでも何でもいいんだけどまあ夜食とかでもいいよ何でもいいんだけどホストとかねそういうのなんか結構。 なんかガツガツしてる人多いからまあそういう世界なんて分かりやすいんだけどそのじゃあそのビッグになったりトップになったりとか偉くなったりして何がしたいのってなってきた時にそいつの本質って何なのかみたいなまあそいつは本当に何が目的でそんな頑張って上昇志向を持って野心持ってやってるのかってなった時にそのまあ金だったりとか名声だったりとかまあと権力とかだったりとかあのまあ その,その権力とか金とかもそうなんだけどそれで要は金でその金を持つことによって金を自由に使って余裕を持たせたいのかそのまあ逆にその金で遊び合流しまくりたいのかとかその逆にその金を使って更にでかいことをやりたいなんか株投資するとかねそういうことをやりたいとかまあいろいろあるじゃん。だからその金って一つとってもいろいろあるし名声一つとってもいろいろあるし。 その権力一つとっても色々あるわけよだから本質って結構こう追求しだすとめちゃくちゃその細かくなってくるんだけどあのなんだろうなあのその本質の中で一番その中心のそのもう一番奥の奥にあるものって何なのかっていうのが多分俺の中の本質なんだけど。そそののまあその ユーチューバーで成功したいとかっていうのってまあ大体ね目的がさまあその今ホストとかの話したけどこれはちょっと実利に関わってくることが多いんでその金っていうのがでかかったりするんだけどまあそのみんなそうなんよ金はみんなそうなんよだけどそのまあそれ以上にさまあこれも多分夜食とかも共通するのかなと思うんだけど承認欲求まあ言ったらその自分のコンテンツを認められたいまあ言ったら承認してほしいとかそのまあ 見た目がいい人だったらかっこいいかわいいって言われたいとかさそのまあスタイルがいい人だったらちょっと際どい写真あげてなんか綺麗とかエロいとか言われたいとかさまあそういう承認欲求よねまあ褒められまくりたいとかなんかチヤホヤされたいとかねっていうものなわけじゃん結局とかまあ その活動者って大半これだから正直これのバケモンだからこれのバケモンっていう種類だからね配信者とか活動者ってもうみんなそうだからあの芸能の人とかもそうだけどもう大概の人がこれだからもう承認欲求のバケモンだからねだからこれがまあ大体一番でかいんだけどまあでも金も目的だしその名声も目的なわけよ全部目的なこの3つとも全部欲しいわけよ言ったらそのまあみんなねその 遠慮するからその本音では言わないよその金が欲しいからやってますとか名声が欲しいですとかチヤホヤされたいですとかはその言うやつは言うけどまあみんな言わない人が多いよね言ったら叩かれるからだけど言わないけど内心そう思ってるんよみんな大体その3つなんよねその大きく言ったらだからみんなここまでは分かるんよここ,がここまでが本質でここで納得しちゃうんだけどまだ先があるんよね正直これって結局さ その一番でかい中心の部分で言って結局あの金が手に入るってことはまあ余裕が生まれたりするっていうのも当然あるんだけどそのまあ安心するからねだけどその要は自分のコンテンツも言ったら自分自身をコンテンツ化した上でそこに対して対価として金が入ってくるっていうことがでかいわけじゃん言ったら。 その金そのものの価値とかじゃなくてその金がガッポガッポ儲けるのが最高とか言うだけじゃなくてその自分がやったことに対して金がバックが返ってくるっていうことがでかいわけじゃん言ったらそれがまあ言ったらその自分の承認欲求の一つのその金を稼ぐっていうことも一つだから言ったらで名声もそうでそのさっきの権力もそうで自分がやったコンテンツがすごいからみんな認めてひれ伏してくれるっていうね あこいつはすごいってなんかあの宗教の教祖みたいに褒めたたえてくれるみたいなもうこれも承認欲求じゃんだから結局金も名声も権力も何もかも全部ねそこの,その承認に帰結しちゃうわけよだからこれが本質だと思うよね結局はだからうんまあそういうふうに深く考えていったらもうこれっていうものが大体何かしらもうどんな人間でもどんな事柄でもあるんよね だからこれをまあここまで深く考えるのは大変よ時間もかかるしみんなそんな暇じゃないしま俺だってさそんないつもいつも何でもかんでも考えてられないから気になったこと以外は考えないけどでもそ,のそこまでは考えなくていいよだけどある程度はさそのなんかそういう一つの文章があったよよんかツイートとかでもいいけどツイートでボーンと書かれた時にそのもう本当に最初の一文しか読まずに叩いたりとか文句言ったり陰律でなんかいいい今だと引用ポストだけど。 で叩いたりとか文句言ったりするからその結局ね最初の1行しか読んでない何々まで読んだとかとほんまあれネタで言ってるけどネタじゃなくてガチでほんまに文章が読めないから文脈が読めないから本当にそのまあ例えば3行4行ぐらいあるやつの1行とかほんま一部分しか読んでないんよまあ本人は読んでるつもりなんだけど本当にそこしか目に入ってないんよ結局それ以外はなんかもうほんまに何か。 ほんま添え物ぐらいにしかなってなくてそこだけ見てるからそのその一言目のちょっと強い言葉だけ見てあのそんな言葉やその誹謗中傷ですとかって誰で見たりとかさあのー、すごい勘違いが起きてるよねなぜこれはだから本質を見てないからじゃんそいつが言いたいことをその、まあ、正しいか間違ってるか置いといて。 少なくともそいつが何を言いたいのかっていうことを考えてないからもうただその刺激的な言葉だったり過激な言葉だったり強い言葉だったりにもうそこしか見ないっていうもうそれだけ見てあこいつなんか口悪いとかうわなんか思想強いわこいつとかみたいになっちゃうわけじゃんそうじゃねえだろってもうそこをもうちょっと見ないとだから誤解すんじゃんみたいなだからその物事が理解できねえんじゃんお前っていう話なんよね結局は。だからその さっき俺が言ったみたいなそこまでの深い考察なんかしなくていいんよ正直だけど一応全部読んで噛み砕こうぜっていうもうそのなんかあの目,目を引くところだけ見るみたいなやめようよっていうなんかあのあれだよねそのえっ、ー、とね難しい言葉になっちゃうけどタブロイド思考っていうのがあってまあ言ったらあの新聞の見出しとかの一文とかあの広告とかね あとあのそれこそ今ネットニュースとかねああいうので最初に出てくる一文の見出しあの誰々何々をするみたいなで全文読んだらそ,のそれについて細かく書いてるんだけどその見出しのところにその興味を引くような内容をバッと出すじゃんだからそ,のそこを読んで,で気になったから中のページ見に行くわけじゃんだけど結局これ大半のやつはその見出しのところしか見てないんよね内容一応読んでるけど頭入ってなくてその見出しだけしか見てないんよ 結局はこれがタブロイの思考なんよ言ったらその見出ししか見てないからその言ったらそのまあでその見出ししか見てないっていうのはあのネットニュースとかそういうのを出してる人間の格好の餌だからなんせそれが目的だからそう思わせてその変更報道をするのが目的だからそのそれによってさ言ったらでしかもねそのちゃんと全文読んだらちゃんと書いてるから。 その嘘ついいてないんよただ単にそのバカバカをその惑わせるためにやってるだけであって実際ちゃんと読めばちゃんと書いてあるからその嘘ついてないからそれでお前嘘ついたなフェイクニュースだとはならないわけよだけどそ,のそれでも十分だませるからそれやってるわけよ言ったらフェイクなんかしなくてもねだからその本質を見ねえからあのそうやってねその なんか不確かな情報に踊ら正直うんまあだからまあ皆さんもねまあこれ俺のやつを見てくれてる皆さんもあのまあちいかわの考察なんかもそうなんだけどあのなんかいろいろとねそのなんか思考停止でさもうなんかその目につく強い言葉とか見出しの言葉とかね見出しって絶対強い言葉書くからその目を引く言葉絶対書くんよ。え何これって気になることを絶対書くから。 もうそこだけ見るんじゃなくてその,その先にあるなん,かそのなんでこういうことを書いてるのかっていうことを全文読んでそのちゃんと噛み砕いてその咀嚼してさで理解することをある程度心がけてでそれで頭を使う癖をつけないと絶対ねあの全部そうなっていくからでもう頭使わなくなるんよ結局これあのそういう癖がついたら人間もその楽することを覚えるから頭使わなくなるんよ。 ああそういうことねそういうことねつって全然理解してないのに <laughs> 理解したみたいになってでそれをそのまま人に喋るからどん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 伝言ゲームでおかしくなるわけよ、うん、だからまあ皆さんもねある程度こう頭を使う癖をつけましょう本当にアホばっかりなんでみんなああのうちのリスナーがアホばっかりってことじゃないようちのリスナーは割と賢い人が多いんだけどただもうその世間一般で言ったらバカばっかりなんでその少なくともうちのリスナーはある程度賢くなりましょう正直ね頭使うだけで あの上位10になれるんで正直あの90%ぐらいはみんな頭,もす頭すら使ってないバカなんでだからあの皆さんも上位10%になりましょう一緒に。はいロズティアでした。バイ。